平成22年6月29日火曜日、総理大臣官邸で第4回となる仕事と生活の調和推進官民トップ会議を開催しました。先日までのサミットの中でも、ディーセントワークという言葉が何度か出てまいりまして、やはり働くということは、もちろん日本においてもですが、全世界にとって最も重要なある意味でのテーマというか課題であるということを改めて感じたところです。その後、第2回となる障害者制度改革推進本部会合を開催しました。皆さんからただいまいただきました第1次意見書を最大限尊重をして、政府の対処方針を決定をいたしていきたいと思っております。閣議後、第2回となる新年金制度に関する検討会を開催しました。今後党派を超えた議論を進めていくためにも、本日この場で新たな年金制度の基本原則を取りまとめることとしたいと考えております。その後、第6回となる社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会を開催しました。中間取りまとめを整理していただきました。本日これを公表し、まずはパブリックコメントなどを通じて国民の皆様に、この考え方に対するご意見、いくつかの選択肢が出るわけでありますので、それに対するご意見を伺いたい、と思います。その上で年内をめどに一定の結論を出してまいりたいと考えております。続いて、第8回となる口蹄疫対策本部を開催しました。ここ10日間新たな疑似患畜が発生していないと聞いておりまして、このことは大変良い兆候だと考えております。しかしこの段階で気を緩めることなく、ワクチン接種家畜を早急に処分することが必要であります。関係各省には万全の体制で臨んでいただきたい、このように思っております。